殿はセゴ殿の弟セゴトンでござる。すいませんね、こんな格好で。あの、実はですね、ありがたいことにですね、昨日ですね、あのバレンタインのチョコレートをいただきました。もう本当嬉しいです、おっちゃん。はい、あの飾りのり巻き美人講師の蒼太先生、もう本当にありがとうございます。あんな綺麗な方からいただいて、実はですね、もうこれ食べるのもったいないと思ってですね、あの仏壇にあげてたんですよ、そしたらお店の。そしたらば、うちの弟が来てですね、で、ペッ、なんかこれチョコレートやればいいとか言って、ペッペッってこう2つ、うまかつば食ったんですよ、うまかつば。チョコレートの、いかにも、俺もこれとこれ食べたいなみたいな、目をつけたの、お前、こっ、そもお前、ナンパすとかお前、俺が食べようとしてるの、うまかつば食ったろうかって言ってからですね、もう大のおっさん、55のおっさんがですね、もうマジに、もう55と54の兄弟で一体何をやってるんだろうみたいなですね、もう本当にもう、どうしようもない、あの、家族経営のお店ですけど、一つ皆様よろしくねって。ちょっと今ズラがずれ、大事な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 、スンちゃんを一緒に、はい、ちょっとズラが今ずれましたからですね、はい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 、ではいつもの約束ですな、今日はですね2月の16日金曜日、スンちゃんです。はい、ではいつものお約束、今日も元気に営業中。あの、ちなみにですね、あの今度の日曜日熊本城マラソンですね、この格好で応援に行きます。あの朝8時新都川原のジョイフル前、それからですね、あのずっと近所を徘徊しております、10時にですね、あの中原の農協前という形で、だいたいあの辺り折り返し地点までおろおろしてますので、よかったら皆さん見てやってください、笑ってください。